驚いております。序盤はまっすぐ歩いていたが、余計なことまでやりましょう精神なのか、左右のファンへのアピールがあだとなり、その結果70センチです。なんでビリでございます。両サイドのお客さんにアピールしてセンターがちょっと取りにくくなったんじゃないですか。でもそこも魅力です。やっぱりみくちゃんの、はい、いろんなどこもいるあのお客さんのこと、はい、ファンの方まで見つけるっていうのもやっぱみくちゃんの、はい、あの魅力の一つなので、これを通してまた一つ焦らなくていいですよ。自分の企画だからってね。牛を曰く金村の本当の魅力は全方向のお日様を必ず見つけてくれるというところだそうです。それでは